こんにちは、ひろきです。先ほど春を告げるでおなじみの山さんの麻痺っていう新曲をカバーしたんですけど、 YouTube ブロックで日本以外だと見れるんですけど日本で見れないみたいなんで、ちょっと急遽音源を使わずに解説的な感じでどんな感じでギター弾くのかなっていう、でここにタブ譜があるんですけど、これも一緒に動画で流しながら解説をしていこうと思います。でカポは、1ですね。多分カポ1で弾いてるんじゃないかなと思います。まず A メロからいってみましょう。 A メロじゃなくてイントロからいってみましょう。こんな感じですね。で A メロは、Bm7 なんですけど、こんな感じのボイシングで00202で、2個目のコードは Fm7 なんですけど、トップノートにこうやって持ってくる感じで、でもう一回 Bm7 で、Bmメロいきますね。まあ、ポイントは特にないんですけど、4小節目の D で D4F で親指で、まあ D プラス D、F シャープ、あで最後のところが、最後の音だけこのブラッシングを交えてこういう感じで弾くと本家っぽくなるんじゃないかなって思いますね。さあ、サビですね。まあ、これを繰り返す感じになります。イントロ のフレーズっていうか感想のフレーズと一緒で、一緒です。でこのあとサビ2回繰り返した後に、イントロまた同じことやりますね。で最後の2番の A メロに戻るところだけっていう感じでフレーズが変わって、また同じ A メロ。そしたらしばらくずっと一緒で、 C メロっていうか間奏かな、間奏みたいなところで、さっきまで G このオープンコード使ったんですけど、ちょっと歯切れよく弾くために今度はバレエの方で、こんな感じですね。最後はオクターブで、はい。で最後の前の、C メロのところキーが変わって、B フラット C D を超シンプルにただ繰り返すだけです。で3段目 C の3段目で C シャープディミニッシュ7 C マイナー7 C、C シャープディミニッシュ7で Dm7 ですね。 Dm って書いてあるけど Dm7 で Em で Fsharp7 2-2-3-4 じゃんですね。でこの後またサビに終わります。これをまあ2回繰り返してエンディングですね。エンディングはこれもオクターブ奏法で、でオクターブ弾く時のこの弦飛ぶんですけど、この間の弦はこのミュートで音出さないようにしっかりとミュートして、
ていう感じになります。で、本当だったらカバーね撮った動画を皆さんに見ていただきたかったんですけど、まあ、今回ちょっと上げれなかったのでこんな感じになってしまいました。もし参考になったらいいねボタンとあとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。